今回はパワポタ3のサクセスをやっていこうと思います。パワポタ3は10年前ぐらいにかなりやり込んでて、もうサクセス選手が作れないぐらいまでやり込んでたんですけど、まあ、今回10年ぶりに久々にやっていこうと思います。高校3つぐらいあるんですけど、まずはねパワフル第3高校からやっていこうと思います。イベントをショートカットしますか。久しぶりなんでちょっとね内容もあんま覚えてないんで、ショートカットなしでいきます。俺の名前はサブロー。今日からパワフル第3高校での高校生活が始まるんだ。もちろん高校でも部活は野球部。これでも中学時代はレギュラー。いいですね。野球には少しばかり自信がある。なるほど。中学時代はレギュラーで野球には自信があると。まあ大会では予選負けだったけどね。そこそこの野球能力を持ってるという感じですかね。チャイムが鳴っていく。待ちに待った放課後だぜ。なんか全然覚えてないな。早速野球部に入部届を出しに行かなくちゃ。パワーメジャーも最近10年ぶりぐらいやったんですけど、それも全然覚えてなかったんで、多分今回もね、全然覚えてないと思います。ほぼ初見ですね。君はどこの中学の野球部だったんじゃないですか。お、君も野球部かい。矢部くんいますね。おいらは矢部明夫でやんす。もちろん矢部くんもね、パワポタ3で登場してきます。メガネ光る知的な選手でやんす。知的な選手ね。なんか BGM も全然覚えてないな。こんな BGM だったっけ。どう見てもお笑い担当っぽいけど。ともかく一緒に頑張ろうよ。ここが野球部か。こんにちは。新入部員か、監督。私は監督の篠田明彦だ。どうも、サブローと申します。おいらやべでやんす。元気がいいな。先輩とかどんな感じだったっけ。同級生も全然覚えてない。入部初日だから軽くキャッチボールをしておいてくれ。キャッチボールですか。嫌だな。俺は中学でレギュラーやってたっす。普通の練習でもついてきますよ。最初はもうおとなしくキャッチボールしとけって。まあ焦るんじゃない。今日は肩慣らしだ。最初からね、生きるとね、先輩たちに目をつけられてね、生きづらくなりますから。ここはおとなしく、キャッチボールしましょう。太田、頼んだぞ。お、先輩ですかね。キャプテンですかね。はい、監督。こんなやついたか。なんだこの、いかにもって感じのやつは。いかにも4番。お前たちが新入部員だな。ちなみに俺たちは野球経験者です。高校で野球やるやつなんて大体、野球だと思うんですけどね。わしはキャプテンの太田玄介だ。よし、それじゃあキャッチボールだったな。意外と優しそうですね。やべえ、俺が相手するぞ。よろしくでやんす。バシ。いった、これじゃまるで石じゃないか。受け方が雑だからな。まあそれが高級ってもんよ。さすがに高級と分かってて受けてると思うんですけど。や、高級？高校野球はこんな球で試合してるのか。嘘だろ。そんなことも知らずにこいつは野球経験者と言い切っていたのか。おいらも突き指しそうだったでやんす。今日はボールを使った練習をして難しさが分かっただろう。これが高校野球だ。高校野球の洗礼を初日に思い知らされましたね。おお。だいたい野球入るやつって冬休みとかにキャッチボールとかで高級とかでキャッチボールするんじゃないですか。高級は硬い。名言出ました。高級は硬いですよ。だから取るのも投げるのも体に負担がかかる。まずお前たちには基礎からみっちり練習してもらおう。技術はそれからだ。いや、さすがに高校野球は違うよな。でも上手い人は高級でも簡単にさばいていただいたんですね。自分も中学校まで野球はやってたんですけど、高級はね、一切触った時ないので、高級でね、守備とか怖そうですね。たまたまじゃないの。それって俺のことだろ。簡単にさばけて当然さ、ずっと高級使っていたからね。モブのような先輩が登場しました。え、そうなんだ。あ、こいつ同級生か。俺中学時代クラブチームで野球やってたんだ。シニアって聞いたことあるだろ。クラブチームですね。へえ、シニアってそんなに違うんだ。そうだな、例えるなら、シニアがカニ肉なら、中学野球はカニ風って感じ。カニカマですね。つまり似て非なるものってことだよ。まあ気にすることはないけどね。自分が最近知り合った外国の方はね、なんか、カニはあんま好きじゃないんだけど、カニカマがめっちゃ好きっていう人がね、いましたね。だけど高級になっただけでまるで今までの野球とは全然違うスポーツみたいだ。これは気合い入れないとダメだな。あまりにも無知すぎないか。次の日から新入生は基礎練習が中心となった。いいですね。というわけでこのような感じになってるんですけど、初期能力は弾道1、ミート G、パワー F、走力 F、肩 G、守備力 G、エラー回避 G という感じになっております。さすが野球経験者ですね。それでは練習やっていきましょう。筋力、打撃、走力。どうでしょうかな。とりあえず矢部くんがいる守備します。いや、高校野球は中学野球とは全然違うね。オイラも色々驚いたでやんす。やっぱり体つきは違うでやんすよ。そうとばかりは言えませんよ。これ四条さんですか。似てますね、なんか。あなたは？僕は皆川隆也。あなたたちの一年先輩です。あ、どうも。よろしくお願いします。帽子はかぶってないですからね。
そんなにかしこまらないでくれよ。それよりさっき君たちの会話が少し気になったものでね、助言しに来ました。体つきが違うって話ですか。確かにスポーツにおいて体格は重要な要素の一つ。でもそれだけじゃないんですよ。そうなんですか。テクニックやスピードはもちろん、作戦や戦略も近代野球には不可欠なんです。もちろん道具も重要になってきます。ここで紹介したい商品がこちら、何でもトレールくん、そして何でも打てるくんです、みたいな感じでなんか商品紹介をしてきそうですね。勉強になります。あ、これが今回のマネージャー、名前がわかんねえ。でもいいですね、ショートカット自分好きなんで、こういう感じのボーイッシュな感じがいいですね。いい勉強させてもらったね、サブロー。ちなみにサブローは適当に丸をしたらランダムでなりました。あ、お前はおねえ。なんでここに？おねえ。何がおねえよ。同級生でしょ。それに、カンデラ・アキラって名前が私はあるんですからね。でも名前で呼ぶのは、じゃあ名字のカンデラで。だってアキラって親父と同じ名前なんだもんな。親と同じ名前の女の人ってなんか一歩引いちゃうというかね。そういう感じになっちゃいますよね。なんとでやす、サブロ君にこんな美人のお姉さんがいたとは。お姉さんじゃないよ、同級生だよ、メガネ君。これはオイラもっと叱ってでやす。矢部君が新たな方向に目覚めてしまった。まあメガネ君はいいとして、私も今日から野球部のマネージャーになったからよろしくね。お前高校でもマネージャーやるのか。それとさっき携帯に着信入れたから、私の新携帯番号を登録しておいてね。よろしくお願いします。なんだか騒がしくなりそうだ。お、出かけるコマンド、これ何。あ、デートある。ちょ待て、デートしたいね。初手からデートに誘えるっていう。カンデラさん、ちょっと、これは行くしかないでしょ。もしもし、お、私服いいっすね、なんか。あ、サブローちゃん、どうしたの。サブローちゃんって呼ばれてるんですね。カンデラ、今日どっかに行かない。行く行く。どこに行くの。公園、遊園地、海。まずは公園っすかね。じゃあ今から向かうね。いつも周りが騒がしいから静かな公園に来ると、すごく落ち着くね。サブローちゃんと昔遊んだ公園とは大違い。遊び道具がたくさんあって人気だったから騒がしかったね。あ、そういえばさ、昔あの公園でさ、デートは昔話で盛り上がった。今日は楽しかったね。この雰囲気は男としてビシッという場面か。さすがに早すぎるな。告白するのはまだ早い。また明日。1年生集まれ。ではこれから練習を行うが、その前に何か聞きたいことはないか。まあ特にないですね。とりあえずレギュラーで出るためにひたすら監督を追っていくか。小田キャプテン、チッス。おお、頑張ってるみたいだな。あだ名はジャイアンですね。早くレギュラーになれるよう監督にアピールしておけよ。そわそわ、矢部君が何か教える。サブロ君、今日が何の日か忘れたでやんすか。新しい保健の先生が赴任してくる日でやんすよ。その昔連連高校の監督を教えてあの加藤先生ですかね。オイラの信頼筋からの情報によると、とびっきりセクシーでグラマーな女優さんだそうでやんす。そうか矢部君、足元にガンダルボ大図鑑が。矢部君が机の角に頭をぶつけて怪我をしたぞ。保健室に直行だ。ご利用してですね。先生、休館です。やっぱり加藤先生ですね。これは大変。矢部君、セクシーでグラマーな美女が二人もいるよ。これは大変でやんす。ダブルグラマーでやんす。天国の寮でやんす。京子、ここは私がいるからあんたは病院に帰っていいわ。京子さん。そう、じゃあ姉さん、あとはよろしく。おいらは矢部でやんす。加藤理香先生ですね。さっきの美人看護師さんはどなたですか？あの子は加藤京子。あれ？この人妹だったんだ。ちょっと知らなかったな。パワプロのシリーズ、今まで3作品ぐらいしかやってないんで。じゃあ病院に行けば京子さんに会えるでやんすね。矢部くんは京子さんの方が好みだったんですかね。すごい速さで走っていったわね。あの子本当に怪我してるの？そうね。で、君はどっか怪我しているの？いえ、特には。私は恋の病を患っております。加藤先生、何か目をつけられてしまった。休む。デートしよう。やっぱカンデラさんでしょ。もしもし。じゃあ今日は街に行きましょう。あ、前遊園地あったのなくなってる。これランダムで3つ選ぶって感じか。街行きましょう。一人で来るのと二人で来るのとでは、街の感じが違うよね。確かに。一人で歩いてる時はね、なんかぼーっと歩いてますけど、二人でいる時はもう、華やかさがね、街がもう華やかに感じると。一人だったら気楽だけど、楽しさは二人の方が上だね。二人だといろいろおしゃべりしながら歩けるから、楽しさも倍増だね。カンデラが横に入れてくれると、なんだか心がポカポカするんです。カンデラと俺は心ゆくまで街を散策した。おっと、練習に遅れてしまった。あ、出た。明美穂村さん、この人知ってるぞ。高校球児のボールにかける青春は見ていて気持ちいいっす。そんなにいいの？当然っす。しかもこの中からプロ野球選手が生まれるかもしれないと考えると、もう興奮ものっすよ。変な子だな。いつの間にか真横に本物の野球部員がいるとは。いや、参ったっす。野球好きなんすか？自分は1年の川星穂村っす。
よろしくお願いします。応援というかウォッチというか、将来プロに私はなる予定です。ぜひ今のうちにチェックしておいて損はないですよ。では番号ゲッツ。高校でも野球部に入ったけど、中学校と同じようにはいかないだろうな。あんなに入学当時は生きてたのに、すでにもう5月病になってますね。いろいろ不安だな。よそ見していて木に当たっちゃったよ。あ、萌え、集中していないから痛い目に遭う。え、なんか結構いい人いますね。結構いい人いないですか。カンデラさんも結構好きなんですけど、この人も結構いいですね。ホムラさんも結構いいですしね。これが木で良かったと思え。交差点でのトラックだったら無事では済まない。このハンカチで傷を抑えていろ。それでも痛ければ病院へ行くんだ。ありがとう。このハンカチ今度返しましょう。みかげみことちゃん。そういうことならお任せでやんす。矢部くんがどっからともなく、来ましたね。美女の声に反応して来ました。何か音がしたので来てみたら、みことちゃんとサブロくんが大接近でやんす。ちなみにみことちゃんは昨日隣のクラスに来た美少女転校生でやんす。チェック早いですね。電話番号ゲット。久しぶりに来たな、パワフル第三高校。相変わらずグラウンド、設備ともに中の下といったところだな。中の下の高校しっかりとチェックしに来る、影山さん。いつも仕事熱心でご苦労様です。行くぞ、矢部くん。オーライディアンス。あれは野球部、一応チェックしておくか。荒削りですが、面白い選手が入ってきたんですよ。もしかして、サブローという、高校で高級を使うということも知らなかった素人のことですか。さすが影山さん。あれはスカウトの影山さんじゃないか。太田さんちょっとどんな能力してんだろう。明らかにパワー A の顔してますよね。サブロー必殺ダッシュ。確かにいろんな意味で面白い選手ですな。ムードメーカー的存在ですね。皆川さん142キロコンスタ B。まあいいですね。コンスタ B はいいんじゃないですか。太田さんはやはり弾道4、パワー A の脳筋タイプですね。あとはみんななんかオール D とか C とか E とか。五十嵐なんだ。あ、これ自分で作ったやつか。映画館、街、海。海多分無理だし、町は前行ったんで映画館ですね。じゃあ今から向かうね。現地集合。現在上映中の映画は、ホラーの王死神。王死神。直接すぎるなんか、あれですね。怖そうですね、めっちゃ。あー、見終わったぞ。カンデラ、死神どうだった？うん、とってもおもろかった。なんかあっという間に時間が過ぎちゃった感じがするね。結構ホラー得意なんですね。自分ホラー映画館で見るってのはあんまりないんですけど。カンデラはご機嫌だった。おかげで今日見た映画はとても印象深いものとなった。なんだ？キュピン！先輩のメガネが光っております。朝日に輝く、あのメガネは、皆川先生。最大ボリューム気持ちよく。いや、最大、いや、どうだ？気持ちよく行こうか。これちょっと鬱陶しいからね。中学校の時なんか先輩に、見えた瞬間挨拶しろって言われたんで、300メーターぐらい離れてるところから全力で挨拶してたんですけど、そんなこと別に多分しなくていいと思うんで、気持ちよく挨拶する。おはようございます。サブロ君、おはよう。気持ちいい朝だね。じゃあ、また部活で。キューピン。モテそうですよね。81、82。おーい、飯だぞ。ん？またトレーニングか。爽やかな親父ですね。うん、もうちょい待ってよ。84、85。まったく。お前は暇さえあればトレーニングだな。あけみ。お母さんも可愛いですね。あきらくん。うちの両親たら未だに名前同士で呼び合ってるんだもんな。仲がいいですね。こいつはトレーニングだからご飯はいらないだと。なんですって。私が作ったご飯をいらないですって。怒らせると怖いですね。そんなこと言ってないよ。でもまだトレーニングしてたの。君ね、今日のトレーニング量はちょっとやりすぎよ。腕立て80回とかそのぐらいでしょ？そんな普通じゃないですか。体を休めることもスポーツマンには大切よ。オーバーワークは怪我の元なのよ。まあ家に帰った時はね、ちょっと練習して、まああとは疲労回復とかね、素振りに費やすと。成長期だから少々の無理は大丈夫かもしれないけど、無理しすぎて体が壊れたら甲子園もおしまいよ。親父の起点でオーバーワークを防ぐことができた。母さんの心配が嬉しかった。ちょっと過保護ですね。瞑想します。サブロー君でやんすか。なんだ矢部君、こんな夜中に。ちょっと聞いてほしいでやんす。おいら寝れないでやんす。そんなことで電話かけてきたんですか。
そんなこととは何でやんすか。出れないと明日困るでやんすよ。最近授業中に眠りしてるサブロくんならきっと安眠方法を知ってると思ったでやんす。だからその方法を教えると。知るか。矢部くんからの変な電話のせいで寝るタイミングを逃した俺は目が冴えて明け方まで眠れなかった。そしてまた授業中に眠ることになってしまった。デート行きましょう。昔私とサブロちゃんの家族でよく一緒に来てたよね。そうだね、懐かしいな。あの頃を思い出すな。さあ今日はどこで遊ぼうかな。絶叫マシン行きます。ジェットコースター。人がいっぱい並びすぎ。お化け屋敷。カンデラどうした。ねえ、やっぱりあっちのに乗らない。カンデラさん、前王死神っていうホラー映画見に行った時は全然楽しそうだったんですけど、お化け屋敷は怖いんですかね。さてはカンデラ怖いんだな。怖くなんかないわよ。こんな子供っぽいのは嫌だなって思っただけなんだから。これをギュッと掴んでこの子のように怯えるカンデラの意外な一面を見た。いいですね。告白していいですか。行きましょう。よし、言うぞ。今日一日一緒に遊んで確信した。カンデラ好きだ。どうだ。おっ、オッケー。サブローちゃんからその言葉をもらうのをずっと待っていたの。小さい時からずっと。よし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 、価値学。サブロ君、そろそろグランド整備の時間でやんす。まあ1年生はね、そういうグランド整備とかそういうのありますよね。ただ1年生を乗り越えて2年3年になると、まあ少しだけね、のんびりできると。野球に集中できる。まあ1年目は我慢ですね。そうしたらグランド整備からも解放されるんだけどな。うちのグラウンド土が悪いから毎日これだけで疲れるでやんすよ。さあ今日もやるか。これも気合い入れまくり、ガチでやる。都道府県大会のスタメンを発表する。ベンチ入りもできなかった。休みましょう。応援団に散らがる。これぞ高校野球だ。できればベンチでこの興奮を味わいたかったよな。パワフル第三高校 VS 暁大学附属高校。1回戦から暁か。ということはなんか確定でベンチ入りはできないっぽいですね。これまだまだでやんす。次は太田先輩の打席でやんす。一ノ瀬くんに代わりまして、碇くん。何でも一年生投手みたいでやんす。まったく僕の出番があるとは思わなかったよ。来い、怒り。ヘルメットしてないですからね。まあ、太田先輩ちょっとね、ミートが F ですから。太田さんが空振り三振なんて。わしたち3年は今日で引退する。わしは卒業後は家業を継ぐことに決めた。来週からは店長研修だ。次は皆川さんがキャプテンという感じですね。なんだ？セーブして続ける。サブロ君、そういえばもうすぐ合宿でやんすよね。あ、そうなんですか。夏休みの合宿ね。頑張りましょう。どんなところだろう。ゲーム持っていく。おやつはいくらまでなら OK なんだろう。全くいつも能天気で幸せでやんすね、サブロ君は。オイラがある情報筋から入手した情報によると、三高野球部の合宿は血のしょんべんが出るくらい厳しいそうでやんすよ。血尿ですね。鬼のごとく練習をしていくと。それだけじゃないでやんす。夜の素振りを444回すると、お化けが出るって噂でやんす。じゃあ俺は666回やるぜ。怖がらせるなよ、矢部くん。嘘だろ、嘘。信頼のおける情報筋の話なので間違いないでやんす。誰だ、そいつは。ああ、行く前に嫌な話を聞いちゃったな。サブロくん、ちょうどいいところに。君の意見を聞きたいんだ。何ですか？今、監督と夏の合宿について話し合っていたところなんだ。で、自分の提案としてはもう夏合宿は中止にして、まあ、自主練という感じにしましょう。うげえ、合宿ですか？噂には聞いてますよ。やっぱりきついんですね。今年は例年以上大変になるかもしれない。その名前を聞いたら驚くよ。超地獄の特訓夏って言うんだ。地獄の上に超がつくとは。例年通り。いや、もうこれは超地獄の特訓夏やるしかないでしょ。ふう、やっと着いたよ。お、なんかいい BGM ですね。トゥン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 。結構いい旅館でやんすね。早速露天風呂チェックでやんす。そうそう、合宿中はプロもたまに使う地方球場での練習を行う。練習効率も上がるという感じですね。五十嵐、監督いないか。合宿でも一応休むは選択できるんですね。打撃、ちょっと能力上げるか。能力上げてきますか。あ、合宿一回休んだから、監督評価下がっちゃった。ちょっとこれメンタル練習しまくって、監督評価上げよう。ここが暁大学附属か。立派な校舎だな。野球部ワット。課金。二宮さんと、三本松さん、いろいろいますね。こら、気合が足らないぞ。すごい練習、さすがだ。前から来るのは。まったく、トイレにゆっくり入ってる暇もない。碇戦4学が流れ始めました。
お前は中学の軟式大会で僕から唯一ホームラン打ったサブローじゃないか。マジかよ。あの能力で打てたんですね。すごいな。そうか、怒りってやっぱりあの怒り守りだったのか。偵察ってわけだね。今から僕と勝負だ。ストライク2。ストライクバッターアウト。どうせなんかあれでしょ、タイミングがバッチリだったとかそういう感じでなるんじゃないですか。さすが次期エース。そんなことなかったな。次はお前に勝ってみせるぞ。しかし怒り、お前あんな素人同然のやつに以前も負けたって信じられないよ。やっぱりお決まりのやつ出ましたね。高さこそずれたスイングだったが、タイミングはホームランだった。監督をどんどん追っていきます。オイラのスイングを見るでやんす。新設ピッチングコーナー、最高点って500点。記録保持者がまた挑戦してるぞ。誰だ。あ、早川さん、どうもお久しぶりです。600点記録更新だよ。なんと記録保持者は女の子です。早川さん、これ出てきたんだ、このパワポタ3に。なるほど。アンダースローでこの桁外れの制球力、何者なんだ。しかもセーラー服で投球って、オイラもたまらんでやんす。あ、どうも、僕は早川葵、連連高校のマネージャーだよ。現時点ではマネージャーやってるんですね。一応選手を目指しているんだけどね。時系列的にはあれですか、署名活動中の感じですかね。まあいろいろとあってね。だから今部員が僕のために署名とか頑張ってくれてるんだよ。連連高校はなんか矢部くんが署名活動頑張ってたんですけど、その矢部くんが今ここにいるんでね、ちょっとなんか、誰が頑張ってるだろう。はるかさんが頑張ってるんですかね。そういうことだったんだ。じゃあ僕は用事があるから。運命の出会いを果たしていく。なるほどね、結構繋がってるんですね。太田先輩にパーリンをもらった。早速飲んだ。ぐいぐいと飲んだ。ナイス。太田先輩は選ばれなかったですね。総力。お、監督が何か気づいた。サブローか、少しアドバイスしてみるかな。無理のしすぎは良くない。無理のしすぎは怪我のもと。これでも飲んで少しリラックスしたらどうだ。ビール。キンキンに冷えてやがる。サブローくん、無理は良くない。無理はいけねえ。わかるよ、サブローくん。外出券だろう。これはキンキンに冷えたパーリン。ガチでこいつなんか班長なんじゃないですか。いただきます。うまい。ちょっとカキピー買いに行こうかな。カキピーと焼き鳥と合流したいね。今日だけ頑張るんだ。サブロー君、神社で人の魂が出るって噂聞いたでやんすか。ニュース鈴木から聞いたよ。誰だそいつは。ニュース鈴木、同じクラスメイト、新聞部に所属しており、自称参考のスポークスマン。見た人は精神力が吸い取られて抜け殻みたいになるんだろう。気になるでやんすね。どうでやんす、ちょっくら見に行かないでやんすか。ガベ君は興味津々だ。そういうの自分あんまね、行きたくないタイプなんですけど、まあ行きますか。さすがに夜の神社は不気味でやんす。で、BGM がなんか陽気なままだからあんま怖くないですね。押さないでくれ、矢部くん。なんだ今の青白くて丸いものは。まさか人玉。あ、やばい、終わった。よかったでやんす。やる気下がりましたね。来週から始まる秋の地区大会のスタメンを発表する。ベンチ、まあベンチいらしましたね。最初の試合楽しみ。パワー、最近ちょっと気が緩んでないか。1回戦の対戦相手は怪盗学院か。これ多分ね、サクセスの、多分サクセスである高校ですね、怪盗学院。怪盗学院っていうと、暁大学付属と双璧をなす強豪高校でやんす。怪盗学院も確かね、1軍と2軍あったんですよね。じゃあ能力上げていきます。行きましょう。出番が一度もなかった。マジか。今日は太田さんのスポーツ用品店に行くかな。チッス。ちょうどよかった、こいつを見てくれ。パワリンじゃないか。しかも1リットルのギガメガパワリン。そうだ、今回はサービスでお前にやるよ。マジか、今体力マックスなのに。もったいねえな。腹減ったな。早く帰って夕飯食べよう。あ、監督がいる。あそこに座っているの監督。背中から哀愁が漂ってるよ。何か考え事かな。後ろから思いっきり背中を押す。元気に声をかける。最悪。悪魔、早よ逃げろ。あんなんさ、普通やりたくなるっしょ。